はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたに健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、いただいた質問に対してお答えさせていただければと思います。はい、疲労回復にはクエン酸って効果的なんですかっていうようなご質問いただきましたので、お答えさせていただければと思います。はい、疲労回復にクエン酸ってこうよくこう聞く話ですよね。なんとなくこう疲労回復に良さそうですけども、実はですね、まあ、クエン酸ではなくてこれなんですよっていうようなお話です。なので、クエン酸じゃなくてこれっていうこともそうですし、かつじゃあどういったものを取ればいいのかっていうようなお話をさせていただければと思います。はい、で、その疲労回復っていうことはじゃあ何が起こってるのかっていうと、まあ体で言うとエネルギッシュな状態だっていうことは分かりますよね。疲労してる状態のこう反対っていうのはエネルギッシュな状態じゃないですか。なので、エネルギッシュな状態っていうことはエネルギーが発生できないといけないわけで、じゃあエネルギーっていうのはどうやって発生するのかっていうふうに考えていただきたいんですけど、エネルギー源っていうのは、まあ、三大栄養素ですよね。はい、炭水化物、脂質、タンパク質じゃないですか。なので、このエネルギー源をしっかりエネルギーに変えればエネルギッシュになれるわけですよ。はい、でそこでクエン酸を取ることによってエネルギッシュになれるのかっていう話なんですけども、それだと、まあ、不完全なんですよっていうようなお話なんです。はい、で、まあ、今日そんなに難しい話を、したいわけじゃないんですけども、ちょっと難しい言葉を並べました。これはですね、まあ、人間のエネルギーっていうのはどういうふうにできているのかっていうような簡単なこう説明図になるんですけど、この名前を覚えていただかなくて全然結構です。はい、まあ、グリコーゲンからビルビン酸、アセチルコエからクエン酸、オキサロサク酸っていうような名前が並んでますけど、これ全然覚えていただかなくて結構です。はい、こうやってエネルギーが発生するんですよっていうことですね。まあ、グリコーゲンというのは、まあ、糖質、炭水化物ですよね。で、ここからビルビン酸、アセチルコエになることによってエネルギーが発生しますし、アセチルコエからクエン酸、オキサロサク酸っていうところで回ることによってエネルギーが発生するんですね。はい、で、そこでじゃあ何が必要かっていうと、実はこの糖質とかを取ることによってエネルギーが発生するんじゃなくて、糖質がこれに変わるためにはビタミン B 群が必要なんですよ。ビタミン B 群、もう答えからお伝えする、ビタミン B 群取ってくださいっていう話なんですね。じゃあ何を取ればいいのかっていう話もこれからしていくんですけど、ビタミン B 群を取ることによってこういう糖質がしっかりこう変わっていって、エネルギー、まあ、ATP とかも言ったりするんですけど、エネルギーが発生するんですね。で、脂肪とかタンパク質もそうで、脂肪っていうのはこういうアセチルコエとかに変わっていたりとか、タンパク質はですね、このクエン酸回路の中に入っていってですね、こうエネルギー ATP を発生するような形になるんですけども、この時もやっぱりビタミン B 群が必要なんですね。はい、まあ、ビタミン B1 がこう炭水化物の代謝に関わったりとか、まあ、ビタミン B2 がですね、脂質の代謝だったりとか、タンパク質はビタミン B6 とかビタミン B12 とかですね、まあ、それ以外にナイアシンとかパントテン酸とか、まあ、葉酸とかビオチンとかいろいろありますけども、まあ、ビタミン B 群取ることによってこのエネルギーが発生するですね、こう回路っていうのがあるんですよ。回路があるんですね。エネルギッシュになるための回路があるので、それを回すことができるんですね。なので、栄養だけ取ってもこれをですね、しっかり回す、要は変化させるっていうことをするためしないとエネルギーを発生しないですから、そのためにはビタミン B 群が必要なんですよ。なので、ビタミン B 群不足になっている方っていうのはやっぱり疲労しやすいということなんですね。食べても食べても元気が出ないということはビタミン B 群不足なんですよ。特に生鮮食品とか、要は白いものですね、まあ、お砂糖とか白いパンとか、まあ、白いお米とかっていうふうに取るとビタミン B 群不足になってしまいますから、要は食べても食べてもこう疲れてるっていう状態になってしまうんですね。はい、で、そこでじゃあ何を取るのかっていうところで、まあ、いろいろあります。ビタミン B 群取るために、まあ、レバーとか、まあ、ナッツとかですね、まあ、大豆とか海藻とかこう青魚系とかいろいろあるんですけども、まあ、その中でいろんなこう取りやすい取りにくいとか、あとリスクがある、まあ、レバーとかも結構リスクがあったりとかしますよね。そういったところで私が一番おすすめするのは甘酒です。はい、甘酒です。はい、まあ、結構手軽に取れるしですね、ビタミン B 群が、まあ、豊富に取れるんですね。
はい、バランスよく含まれているっていうところがですね、すごくおすすめなところになります。でやはり大切なのはですね、ビタミン B 取ったとしても吸収されないといけないですよね。吸収されないと意味がないんですよ。取ったとしても吸収するのはやっぱり腸じゃないですか。で腸内環境を良くしないといけないですよね。で腸内環境を良くするためファスティングしてくださいっていうことは言いたいんですけども、腸内環境を良くするために要は発酵食品っていうところですよね。そこで、まあ甘酒っていいじゃないですか。はい、で腸内環境を良くするし、かつビタミン B 群って今取ってくださいって言いましたけど、実は腸内でも合成されるんですよ。腸の中でも合成されるんですね。なので腸内環境がいい方っていうのはビタミン B 群が合成されるんですね。なので腸内環境がいい人っていうのは要は疲労もたまりにくいっていうことが言えるんですよ。はい、なのでやっぱり腸内環境を良くするっていうことがビタミン B 群の吸収も促されますし、ビタミン B 群の合成も促されるっていうところなので、まあ、ファスティングももちろん大事ですけども、甘酒を取っていただくっていうことは私はすごくおすすめしています。はい、そんな形でですね、疲労回復にはクエン酸ではなくこれっていうところでビタミン B 群取るためには、まあ、甘酒がおすすめですよっていうことなんです。なのでクエン酸取ったとしてもここのただの途中だけですから、こっちから始まってないじゃないですか。はい、なので一部なのでやっぱ不完全ですよねっていうところで、まあ、ビタミン B 群がおすすめ、そのためには、まあ、甘酒がおすすめですよ、腸内環境も良くするしビタミン B 群も、まあ、豊富ですよっていうようなお話をさせていただきました。はい、まあ、おすすめの甘酒っていうのもちょっと探しておきますので、下にリンク貼っておきますので、ご興味があれば見ていただければと思います。またですね、ご質問とあれば下に、ホームページのリンク貼っておきますので、そちらのですね、問い合わせフォームよりご質問ください。また今後もですね、健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はですね、これで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。